はい、今回も、僕のチャンネルを、見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は、井山研究会の1局から、許家元八段対芝野虎丸名人の1局を紹介したいと思います。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。まあ、よく出てくる、形ですね。芝野さんはね、堂々としてる、手をね、打つことが多いですね。はい。まあ、思い切った手ですよね。こういう、まあ、こういう手もね。まあ、今はね、なかなか、荒らす技術が、まあ、AI が出てきてから、なかなかね、石は知らないっていうことに気づいて、なかなかこういうね、模様を張るような碁はね、少なくなったんですけど、はい、島野さんは、まあ、まあ、打ちたいようにね、打ってるような感じがします。黒もうちょっと様子見だったかもしれませんね。はい、ここで出切って。まあ、こういう展開は、まあ、黒をね、持つ人が多いと思うんですよね。ここ真ん中荒らしてしまえば、なんか地がね、いっぱいあっていいっていうような感じがしますから。で、ここでやめてね、つけるあたりは、やっぱりね、柴田さん、打つ手がね、予想しにくいね、タイプの特徴ですね。なるほど、このツケコシ、主張のね、あれだったんですね。ここで切ったらね、どういうことだったんでしょうね。切ったらまあ、こうやってこうやっていこうということですか、多分。まあ、釧路も怖いですよね。なので、こちら打って。はい、このように分かれました。まあ、いい分かれですけどね。まあ、でもここ損がやっぱり響いてる気が。ここね、当たりとかポンって抜かれたら相当悪手ですからね。まあ、黒が順調なのかなとは思いますけど、しかもここに打つんですね。これもすごい手ですよね。まあ、先手でここをの切りを防いで、なんとか生きてるんでしょうかね、これ。相当心配な形ですけど、こうやって、まあ、なんかこのぐらい打つと、ああ、なるほど、こうやってですね、ここ、今度こう当て込めば生きてるんで、まあ、こんな感じで、まあ、最低息はあるという読みでしょうかね。まあ、これを利かして、そうそう、ポン抜いてね、悪手にさせて気分はいいとこなんですよね、黒。そう、これで、結構黒がよく見えるんですけどね、これを半目にするんですから、すごいですね。黒は、まあ、多分優勢を意識してね、固く手堅く受けてますね。ちょっと辛いということで、ここのとこう取り返しました。これで、まあ、生きたような感じですね。
はい、これを打てて、取りと。ここをやっていくかどうかですね。あ、ここでやっていきました。ここはまあもともと多分謝る予定だったでしょうかね。なるほど、これでもう半目なんですね。まあ、黒の方がね、順調に進めてるようにも見えたんですよね。なので、そう、もっとね、なんか違ってもいいのかなと思っちゃうんですけど、はい、ここでね、黒の半目勝ちということで、はい、まあ、なんとか逃げ切ったっていうような感じでしょうかね。まあ、さすがにね、見応えのある一局だったと思います。はい。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい。それでは、失礼します。